はい、カラキティ。カラキとはシナモンの仲間で、沖縄日系のやんばる地方での呼び名です。沖縄県北部国頭村、大宜味村に自生する琉球列島固有植物で、国内でも希少なシナモンの一種。樹皮だけでなく、この葉にも香りや甘み、辛みがあるのが特徴です。通常のシナモンティーは樹皮を使いますが、こちらは農家が一軒一軒一枚一枚丁寧に収穫した葉を使ってます。特有の柔らかさで爽やかな香りが抽出されてます。使用原料はこのカラキのみで無糖です。渋みを抑えた紅茶という感じですごくさっぱりしています。寒い冬には体を温め心を落ち着かせるシナモンはいいと思います。はい。